ったちょっと、まあ、結構そのちょっとエッチな店ばっかり行ってる時期があって、もうそう、もう本当にもう暇さればそういうことをとこばかり行ってて、ほんでもう仕事の帰りももうなんかダメだと思うんですけど、一回そこの店の前で考えようぐらいまでなってきて、でも結局行くんですよ。なんかもう最高やろ、もう店の前で行くか行かないか考えよう、どうしよう俺ってなってけど、行くかってなって、そこまで行ってたから最高や、店前で考えるなっていうほど、もう風も全く引かない何年間もあって、もう風俗行き過ぎて、もう急じんでうがいばっかりしすぎて、菌がもう人より何倍もうがいしちゃって、そういう理由ちゃうやろ別に、もう風邪も引かないなってくらいなるんで、ばっかり行ってて、ほんでなんかその時にずっともう最初言い始めたのが、なんかお名前はって聞かれた時に、もうとっさにその内田直哉って、もう何の理由もないですけど内田直哉って言ったんですよ。わかる、そういうのある、はい、なんかもうどうしても自分を言うのがあれなので、名前の時にも電話の時もお予約のお名前は内田直哉ですっていうことで、もうめんどくさいしそれで統一しようということで、全部それでカードも作ってたし、もう内田直哉っていうのがスッと出てくるなってなんかわかんないですけど、もううちの鍋しかなんか、あー分かる、もういい、ある時期カード見たら自分の名前よりうちの鍋だと思って、おいおい、すげえわかる、すげえわかるでな、向こうの住所生の方ももう分かってる時もあるんですけど、普通にもう律儀に「うちでさん今日ありがとうございました」もうこいつ分かってんだなと思いながらもやってて、ほんである時嫁とちょっと飛行機乗って、それこそ福岡に里帰りする時にカウンターで、お名前やってる時僕普通に「うちだなおや」って言っちゃったんですよ。マジでって、嫁が「うちだなおや」ボケでも分からんし、どういうことうちだな、うちだね、うちだな、どういうことなのこれって、そんなボケもせんだろうし、もうどうしようかなけど、ただただひたすらそういうボケにするしかなくて、川崎真也、田辺陽一とか、もうそん中の一個にするしかなかったです。でも多分バレてます多分本当にうちだな、ね、もう最後のうちだって出てないのに喋んないいや違う、諦めないですか、うちだよじゃないですか、うちだよね、これは僕が中学の時の話なんですけど、僕結構中学時代まあヘタレやったんですよ、うん、全くやんちゃもせえへんかったんですけど、とりあえず学校で強いと言われるやつの背後にピタリとくっついてずっと難を逃れてたんですよ、うん、ほんでそのヤンキーたちのこう標的となったやつが寺田くんっていうやつなんですけど、うん、寺田くんはもうみんなに休み時間こう机の周り囲まれておもちゃにされるみたいな、なんかやれとか言ってずーっとやられてるやつなんですよ、その寺田くんね。で1年の時からずっと寺田くんと一緒のクラスだったんですけど、なんかずっとやられてて、2年の2学期昼休みにみんなにまたうわーって言われてる時に、寺田くんが机バーン叩いて、高橋くん君には勝てる気がするって言って正式に怠慢申し込んだ学校で一番弱いって言われて、学校で強いって言われてるヤンキーがどっちが弱いか決めてこいって言われて、でその日の放課後僕寺田君と駐車場でタイマー張ることになったんですけど、一番弱いやつ二番目に弱いやつやから何の技もない状態でただただこう棒立ちのまま20分間睨み合ったんですけど何も起こらないんですよ。ならその下手、一番下手れって言われてる寺田君が仕掛けてきよったんですけど、寺田君の技はパンチとかキックじゃなくて、うん、両手を広げて走ってくるっていう感じでわーってきたんですよ。で僕びっくりしてビクッてなったからバーンってこけたら、この膝がたまたま寺田君の股間にぶち当たって寺田君倒れたんですよ。でそこで僕すかさず駐車場の砂を握って二度と俺に逆らうな滑らない話でちょっと言わせていただいたんですけど、僕がちょっと本当に面白いと思ってる話をちょっと一個させていただきます。だいぶ前に松本さんがよく夏休みを取られて沖縄に連れてきてもらってたんですよ、はい、でその時に松本さんと、木村兄さんもおられましたし、ほんで後輩とかで来てたんですよ、ほんでまあいつもこうプールで遊んだりとか
まあなんかいろいろしてたんですけど、2日目か3日目ぐらいにちょっとなんかちゃうことしようか、何があるかなみたいな感じでやってた時にシュノーケリングっていうのがあって、シュノーケリング行こうか言うて、これいいですね言うて、でなんか知り合いかなんかになった人のとこに行ったんですよ。で、あこんにちは言うて、天気でした夏のね暑い、ほんですいませんよろしくお願いします何人です言うて、ほんならそのツアーっていうのはこうちょっとこうあのガザガザなの岩のあの、うん、海のガツガザのとこをこうだいぶ歩いて、で洞窟の中から入って外に出てくるっていう、そういうシュノーケリングのツアーやったんですよ。で、あそれ楽しそうですね言うて、でウェットスーツに着替えて、でそのなんかこのツアーのあの家があるところからそこのポイントまであの足ひれ持ってシュノーケル持って、でそのもうほんまに危ないあのガザガザのとこをこうずっと岩場を歩いていかなあかんのですよ。で初めはさあ行きましょう言うて行ってたんですよ。ほんなら暑かったし、でちょっと怖さもあって、でちょっとこう体のこうね自由もちょっとウェットスーツ着てたらこうなるじゃないですか。ほなちょっと兄さんがだんだんイライラじゃないけど、ん遠いなとかまだかいとかなってたんで、あこれちょっと機嫌悪ならはるなと、で兄さんもうそろそろですよ言うて、後輩らでずーっと言うてて、ほならまあついてその洞窟入っていって、ほなちょっと暗い湿った感じですよね。でそこにちょっとこう降りていって、でその足入れつけましょうってなって、で ちょうどこう水に入れるとこにこう足つけて僕らやってたんですよ。ほら兄さんまだだいぶ上の方で、でもう着いたんやけどまだそこまで行かなあかんのかいみたいなんでちょっとイライラしたはって、ちょもうここから飛び込んでええか言わはったんですよ。ほんでそのツアーの人もあ構いませんよ言うて、ほら兄さんもうなんかね帽子かぶってはったんですけど白の、そのままなんかボーン飛び込まはったんですよ。だいぶ高いとこから。ほんで兄さんドボーン入らはったんですよ。ほんで見てたらだいぶブクンって行きはったんですよ。いやだいぶ行きはったと。ほら手見てたらもう焦ってはるんですよ中で。で帽子 もうこの辺に浮いてるんですよ、ナイキのやつが。だいぶ下ですよ兄さん。ほんで焦ってはるし、わ兄さん焦ってはると思って、これどうしようと思ったんですよ僕ら。ほんならバーン上がってきて、何言わはんのかな思ったら、まあまあしょっぱいなまあまあしょっぱい、あしょっぱいですねだからその焦りを後輩には分からさないとこツアーの方にもう飛び込むんでええか言うた以上をやっぱ焦ってる松本人志見て、だからまあまあそれでちょっと潜りながら焦りながら考えはったんがまあまあしょっぱいかっこ悪いよ兄さんかっこ悪いよ。じゃあその小木の話しますね。小木って、うん、ものすごいキスがうまいんですよ。そうだね。もうそれはもう有名な話なんですよ。ちょっとこの話もやっぱちょっと涼子さんいる前で話したいんですけど、もういろんな技なんですよ。おぎじらしって例えば。おぎじらし。もうおぎじらしってのはこのほっぺたから興奮に行って、ね、でこのすぐ行かない。ここ来る時になったら飛んで興奮に、でまた戻ってきてこうとか、もうおぎならではのこの技がいっぱいあるんですよ。それである日ね、ある日米軍基地の近くにね。住んでる女の子で、もうね、米軍とキスしまくったって女の子で、荻の前に現れたんですよ。でも荻はもう、荻はもうそれはもうキスの日本代表みたいな人です。おいくら米軍とね、キスしたって、全然別に構わないよと。ということで、荻キスしたんです。その米軍の、はい、いっぱいキスした女の子とね、すいませんね涼子さんね、で結婚の前ですから前ですから前やからね、でキスしたんですね。ほいである日ね、その子がね、手帳があってキスのうまいランキングって、書いてたんですよ。1位トーマス、けど2位マイケル、あ米軍やな、3位ジェームス、ジェームスのとこにバッテンつけて小木って書いてある。食いやがった。入った。食いやがった。3位だよ。小木は全米3位なんですね。全米ちゃう。全米。本当にもっと多いめっちゃちっちゃいだろ。抜いたんやな。抜いたってことすごい上手いって向こうが会の会です。そうですね。僕通っていた高校の話なんですけど。
大濠高校ってもうあの結構有名で、あ、有名有名な、はい、私立の男子校なんですけど、はい、まあ、ベビーブームの頃でもう当時生徒数が、1学年1000人で、はい、で3学年で3000人の男子校、はい、でまあ男子校なんで、まあ彼女とかもみんないないんですけども、うん、唯一彼女が出きるチャンスがあの体育祭なんです。体育祭になると、まあ、六本松っていう町中にある高校で近くに女子校がいっぱいあるんで、それこそ3000人の生徒に対して3000人ぐらいの女子が見に来るんですよ。だからそこでいい結果を出すと、まあ、彼女ができたりとかいうことがあって、まあ、言うたらもう3年、まあ、特に3年生にとってはビッグチャンスなんですよ。あ、はい、でやっぱみんなかけっことか、まあ、走るとかで出たいんですけど、その時僕ら3年の時ちょうどたまたま40周年という節目で、その記念の体育祭なんで何か大きなことをしようということで先生方が話し合って、結局組体操で7段ピラミッドを作るということになったんですよ。じゃあその体育祭に向けてということで9月の体育祭なんですけど、もう4月から体育の授業全部組体操になったんですよ。いやたまらないですよ僕ら。やっぱ3年になったら結構グラウンドも自由になるんで、やっぱ球技したいのに、もう全部ほとんどピラミッドの練習なんですよ。で大変なんですよ、やっぱ7段ピラミッドって。やっぱり下は柔道剣道部が大体です。なるほど。で、6段目が野球部とかサッカー部とか屈強なやつがやって、でまあ一般の男子で、まあ体なんですよ。僕は5段目だったんです、523です。ほんだらもうずっと練習なんで、もうあのみこしとか担いだ方だったら分かると思いますけど、うん、収まりのいいとこと、うん、そうでもないとこってあるんですよ。それも一緒で組体操こうしてると、こう僕の膝がもう下の子のおさらい、 いい時と悪い時があるんですよ。相性やな、はい、でちょっと右とか聞こえてくるんですよ。って言って、でじゃあちょっと右行くんですよ。で僕の上に4段目から行くんで、はい、で僕ちょっとこっち左って言うんですよ。そう、右左がもう右往左往するわけです。なるほど、そうかそうか。で大体こうやってもうずっと言って、でそれをもう1学期中練習するわけですよ。だまあもうみんなもう嫌ですけどもしょうがないし、でまあ体育祭当日を迎えるんですよ、はい、で体育祭でもやっぱり1000人の組体操ってやっぱなかなか優秀で、うん、やっぱり結構なんですか、そのピラミッドに行くまでも扇とかでも、うん、もう何十個も扇でできるわけですから、うん、だからやっぱりそれなりに結構やっぱりわわわみたいな感じになってきて、で僕らもやっぱりなんやかんやって1ヶ月間棒に振ってるとは言いながら一生懸命やってきたんで、なんかテンションも上がってんですよ。でいよいよこう奈良南ピラミッドが作るぞってなった時に、もう本当になんかみんな動きがいいんですよやっぱり、うん、であんなにちょい右ちょい左って言ってたのに、うん、スッポ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 できるんですよ。嬉しい、本当に、うん、あのテトリスのトがポッて入るみたいな、あーって一番いいとこにやっぱずっと積み上げてきたもんが出てきて、やっぱテンションも上がってるから痛くもなんともないんですよ。それでいよいよこう残り3段残り2段残り1段ってもう分かるんですよ。わーっと一人で行くみたいな感じで、もうみんなもういよいよこれで終わりやし、これ見てもらうことがもう全てだからって言って、うん、もうテンション上がってガーってなってた時に、うわーって歓声上がったんですよ。ちょうど上がついた時に、聞いたこともないの、もう慣れたうわーどころかキャーだったんですよ。でこっちの方で流れてきたんです、大きな声が、で実はそれたまたまそのタイミングで当時僕らの高校の、甲子園行ったチームがあの福岡第一高校、あ甲子園準優勝校なんですよ。でその頃甲子園ギャラいっぱいいたじゃないですか、うん、その甲子園行った第一高校の野球部が見学にそのタイミングで誰か見つけてキャーってなって、みんなそっちを向いてうわーってなってるんですよ、うん、でも僕らは気づかないんですよ、下向いてるから僕らが言われてると思ってるんですよ、はい、でこうなってるじゃないですか、で受けてる受けてると、やったーと、これ半年は無駄じゃなかったって言って、で先生がピーって吹くんですよ、で前向くんですよ、でもまだ気づかないんですよ、こっちやから、でもう一回ピーって言ったらこっち向くんですよ、まだ気づかないまだ気づかないんですよ、みんなこっち向いてるから、でピーって言ったらもう一回前向くんですよ、で4回目のピーってこっち向くんですよ、で今ここで気づくんですよ見てないってで、そ
その後長めのピーってなって崩れるんですよ。人知れず30個のピラミッドが消えたんです。誰も見てないと見れない、山が崩れていったんです。僕は大濠高校のハムナプトラと呼んでるんです。じゃあやっぱり僕はずっと全国で言うてるやつ、はい、これやらせていただきたいと思うんですけれども。すごいね。これ僕NSC っていうタレント養成所吉本にあるんですけど、それが僕17の時に入って、まあ18になったんですけど、で僕18の時に入って、まあ高3で入ったんですけど、まあ一緒の同期に女の子のコンビがいて、大正不動産っていうコンビがいて、で香里ちゃんっていうのは、まあ高3僕と一緒の子やったんですよ。で高1のなっちゃんっていう子とコンビを組んで大正不動産っていうのをやってたんですよ。で僕らNSC の授業終わった後に、まあファーストキッチンっていうとこがあって、でファーストキッチンマクドみたいなもんですよ。わかるか。ほんでそのその上でまあなんかくっちゃめるわけですよ、いろいろね。ほんなら、うん、そのなっちゃんっていう方が、高一の方が、うん、急にね、なあかおりちゃんちょっとあそこ見せてくれへんって言うんですよ。であそこみたいな。で僕もいやいやどこで言うてんの、なんなんその話って言って、ほんならいや違うねんかおりちゃん聞いて、なっちゃんな自分のな鏡でまたいで見てんけどな、なんか変やねんちょっと、だからかおりちゃん見せてくれへん。あんた何言うてんねんな、コンビでもなんで見せなあかんねんなあんたに。違うねん、ほんまにお願い、なっちゃん何人の見たことないしな、ちょっと見せてくれへんかおりちゃんあそこ。うん、しつこいなあんたも。うん、じゃあ分かったちょっとだけやでってなったんです。でここでっていう。ほんでまあ僕ミーヒーシューってこう遠い面に座ってて、ほんで僕こうやってたらなんかね制服やったんですけど、こうやってなんか見せてたんですよ。で俺裏向いてたら、そのなっちゃんの方がかおりちゃんかめへんって言って、こう見てこうやって見て、いややっぱりなっちゃんの変やわってなって、でいや何がやな言って、恥ずかしいわこんなとこで、いややっぱりなんかなっちゃんの変やわ言って、ほんならそのかおりちゃんの方が、何やなもうほんま、ほなあんたの店やな、私見せたんやから、えっ、見たけるわ私が言って、でなっちゃんがこうやって、で次かおりちゃんがこう入って、いやあんた正義やんって皆さんこれをね全国でやるんです。全国7回目のライブで我々聞くの10回目ですからね。申し訳ございません。仙台で2回、札幌で2回やりました。でもすごい面白くないですか、その生理の時なんか言うたらええのに、見せてみって言われて見せて、いやあんた生理やんみたいな、ネタネタやんもうみたいな、ネタネタやん。ちょっと不思議な話させていただきます。不思議なんだ。はい、僕この間人生で初めてインフルエンザ発症してしまって、はい、本当にインフルエンザになったことをね、ある方も多いと思うんですけど、もうとにかく寒くてガタガタ震えんのに汗が滝のようになって止まらへんみたいな、あしんどいしんどいしんどい寒い寒いってなるんですけど、それを自分のね家に近いところやったらよかったんですけど、次の日大阪の番組があるって言って、で関西で仕事やったんで今日ホテル泊まってくださいっていう、そのホテルでもういよいよ目の前もぐるぐる回って動かねえようになって、で、インフルエンザちょっともまだ分からないし、とりあえず薬局行って風邪薬もう買えるだけ買ってガバガバ飲んでも全く効かないんですよ。うわ何やこれしんどいと思って、ほんでもう言うてる前にこう目開けてんのにこうぐる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 天井が回りだして、これとんでもないむちゃくちゃしんどい、ほんでなんかめちゃくちゃ寂しくなってくるんですよ、一人でホテルで、怖いな、はい、なんかすごい何ですかね、心細くなってきて、うわどうなんねやろ俺思って、で一回寝ちゃったんですよね。でまたこうしんどくて起きて、あまだしんどい全然マシになってない、どうなんやろ一人や寂しいと思ったら、これ本当ちょっと分かんないんですけど、部屋がコンコンってなったんですよ、ノックで、で誰やと思ってたよ、
ガチャって開いて、うわ誰か入ってきたと思ったら、女優の亜希竹城さんが入ってきてくれて、枕元にパッツ座ってくれたんですよ。あの現実か夢か全く僕も分かんないんですけど、ただその時 手握ってくれたんですよ、こうやって。その肉の柔らかいこう包まれた感じが絶対に現実の感触やったんですよ。で、あー、亜希さんありがとうございます、すっごい心細かったんですって言って、もう一回目閉じたんです僕で、もう一回パッて目開けたらまだ手繋いでてくれて、亜希さんが。この亜希さんっていつもなんかこう髪の毛をねアップにしてるイメージなんですけど、あれを下ろして清水一丁で育ててくれたんです。わー、亜希さん綺麗やと思って、なんか甘えついでにすごい嬉しかったんで、亜希さん一回だけおっぱい触っていいですかちょっと言ってみたんですよ。ほな亜希さんが、おめえ元気じゃねえかよって言って、もう一回寝て起きた時に亜希さんいなかったって言われました。まあね、僕もですね、まあ、いろいろ松本さんからお世話になってまして、ある時ですね、木村さんとキム兄と松本さんと3人でちょっと温泉行こうか言って、要はあの温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、はい、であの今回あのホテル行ってみひんか言って、はい、で温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ、はい、でまあまあ楽しいな言って朝起きて、朝ごはん食べに行こう3人とも浴衣で、で、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ、結構離れてるんですけど、で行ったらさあ入ろう思ったら、お客様すいません部屋に一旦帰っていただいて、私服に着替えていただかないと浴衣のままでは入れませんって言われたんですよ。もちろん僕が一番後輩ですから、これはもう僕がパパッとさばかんたかんな思って、いやちょっと待ってくださいよと、なんで浴衣やったらあかんのですかって聞いたら、いやあの他のお客様に迷惑になりますんで、いやいやあのね、浴衣で朝ごはん食べてて誰のご迷惑になりますと、誰の気分を害しますって言うてたら、キム兄が、おらおら言うて俺の前で、その人店員に、お前じゃも話にならんのじゃ、支配人やめろらほんな支配人来はって、すいませんどうされましたか、あ浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねん、どうやるんねん言うたら、支配人が、すいません、お部屋に戻られて私服に着替えていただいて、来てください、なんでじゃこら言うて、聞いてないと、こんなことは聞いてない言うたら、支配人が、大変申し訳ございません、どうやすんねん、いや部屋に戻って私服に着替えて、なんでやねんこら言うて、いや他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せえやどうやすんねん、すいません部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うてる間、ずっと支配人の耳元で松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん俺の私服浴衣やったらどうすんねん。ちょっと以前にちょっと休みありまして、ちょっと短い休みだったんですけど、ちょっとじゃあちょっと後輩誰か連れて、まあ、旅行でもしようかな思って、石垣島の方に、元ジャリズムのおもろ山下と、はい、空手家の入江、まあ、なかなかのポンコツ2人を、まあ、スケジュール的にもそういうやつで捕まらないからしゃあないなと、ほんで石垣島行こうと、ほんでもう休み短いし普段せえへんことをやりたいなと、スキューバダイビングでもしてみようかと、そんなことやってみたこと仕事以外でないしなって言って、ちょっと小さめのクルーザーを貸し切って、インストラクターの人3人ぐらいついてくれて、もう貸し切りやから自由聞くない3人で乗って、ほんであのマンタを見に行くツアー、結構なお金やったんですけど、まあチャーネたまに残って全部出してあるわと、ほんで乗って、まあ船がバー進み出して、結構ポイントが遠いからバーッと動き出して、ほんであのインストラクターの作ったあのしょうもないタップに入った弁当が出てきたんです、ね、いやこれはもう正直しょうもない弁当もう男が作った、ただその海のど真ん中で食うその弁当が格別にうまいんですよ。おそれ平らげて、いや意外とめっちゃうまかったな言いながら、でインストラクターのがちょっとポイントまで時間あるから風感じちゃってください、確かにもうすごいええ天気やったから、こう端っこに座ってこう風をふわー感じて、もうそう言葉いらないんですよ、もう俺も山下もこう目つぶってふわーってたんですよ。ほんでしばらくしたら、あの選手の方でインストラクターさんがそのボンベとかをチェックしてるんですよね。もうしばらくしたら薄めでこう見てたら、入江が後ろの方から立ってこうやって選手の方にインストラクターの方にバーッと歩いていくんですよ、こうやってニコニコしながら、ほんでそこには言葉いらないんですよ、風感じればええのに、
先っぽ行って、まあ、確かにその時期はその時期やったんですけど、海のど真ん中で急にいよいよオリンピックですねって言ったんですよ。ここでそれ気になる話題。いや確かにそうやけどね、こっち気分ええのに、ほんでイラッとして今それ気になるかね。ほんでイレイが、いやだって気になるじゃないですか、男子バレーせめて女子せめて女子せめて女子おかしいけどなんかわからんけどそれもおかしいねんけど、なんか俺の中でせめて女子思ってん。イラつかせないよお前気分ええのに、まあ、ええわ言って、ようやくポイントついたんですよ。でポイントついて、で僕は仕事で何回も潜ったことあるから、はいはい、あ俺あの講習大丈夫です、言うて、イレイは初めてやから言ってね、いろいろ注意事項とか手信号とか教えてもらってるわけですよ。で山下もね、僕大丈夫ですって言いながら僕の次に来てたから、僕は最初にこうバッと潜ってこうやって、ね、ロープ伝って怒りを伝って20メーターぐらい下に行って、サンゴを持ってこの10メーターぐらい先にマンタの通り道ありますから、うん、出るかどうか分かりませんって、まあ、言われてて、ただここでただ待つだけですって言われて、はい、ラッキーで見れる可能性ありますけどってこう待ってたんですよ。ほんで人の気配したから、あ山下、次に潜ったら山下やから山下来たと思ってパッて見たら入江なんですよ、うん、あれ山下2番目に潜ったはずやと、うん、ほんでインストラクターさんが持ってる水中で字かけるやつがあって、でそれに山下はって書いて渡したら、決して山下さんは鼻がちょっとどういうこと、うん、で上をパッと見るから、パッと見たらシュノーケリングしてるんですよ山下、はい、でよく後で聞いたらあいつ蓄能で、はい、気圧の関係で5メーター以上潜られへんらしいんですよ、はい、それあいつ知ってたのに、うん、なんでやったんや言ったら、いやもしかして数年経ったから宮迫さんの金でチャレンジしてみようと思って、なんちょっと待ってと潜るの何万もかかるんですよ、シュノーケリング3,000円なんですよ前金なんですよ、こいつ金返すやと思いながら、なんじゃこいつと思いながら、まあしゃあないわとにかくマンタが出てくるね、このチャンスを待とうと思って待ってたんですよ、全然出ないんですよ、もうボンビやばいんちゃうか、俺は出ないんですよ。でしばらくしたら多分試合の流れたまたまらしいんですけど、急にマンタが俺のこっからブワーッと、すごいラッキーじゃないですか、うわー持った瞬間イレーパッて見たらもうテンション上がりすぎて、俺とインストラクターさんが向かってイエーイって緊急浮上ダブルでやってまいりました。ここ持たれてギューッそやろせっかく出たマンタからギューッと持たれていって、金返せ金を、ねんって2人とも本骨すぎるでしょ腹立つなって、それ散々怒って、まあええわ、まあまあ石垣今楽しもう言って、バーベキューやったり花火やったり、そっから散々楽しんだんですよ。で短い休みやったかもしゃあないと、でまあまあ、 あの羽田に着いてね、飛行機羽田に着いて、まあ、お前らお金ないやろと、まあタクシー便乗させたるわと、で入江助手席乗って俺ら2人が後ろ乗って、でバーッと高速降りて、ちょうど高架下がパッと見えた時に、さっきまで数時間前まであんな透き通った、はい、あんな綺麗な空やったのに、その高架下がもうまた汚かったんですよ、汚いなって思ってる瞬間に、助手席の入江が急に、いや夏だなって言って、今実感お前何百回ゆうちゃんさんだけど降りろボケ歩いて帰れボケ厳しいイラッとしたって言うアホやな、何なんやろポンコツです、何そのポンコツをこういつも従えるのかね皆さんポンコツは暇なんです大阪に仕事で泊まりに行ったんですけど、それがあの吉本が取ってくれたホテルなしに局が取ってくれたんですね。で星ちゃんで、多分星田秀俊って本名なしに星ちゃんで撮ってたんですよね、うん、夜マッサージ頼もう思ってフロントに電話したら、うん、グッエゴミーミスター星ちゃんもしもしって言ったら、あ、すいません、あ、すいませんなんかやるフロントにかけるためにグッエゴミーミスター星ちゃんもしもし言うと、あ、すいません、あ、すいませんぐらいの時に、はいはい、ほらちょっとこうなんていうのかな、今まで給料も少なかったんですけども、はいはい、ちょっと余裕ができて、はい、なんかまあまあ買いたいものも買えるぐらいに、はい、25、6ぐらいかな、はい、うんの時に雑誌を見てたら、
あのモザイク消し、これはすごいっていうね、はい、あ1万円か2万円ぐらいのやつが出てて、はい、でちょっとまあまあね、はい、普通なら買えへんけども、はい、ちょっと余裕もあるんで、はい、こんなん買うたろかなと思って、はい、でなんか通販で、はい、なんか来たら、はい、来たんですよ、はい、来たら要するにねこう画面にね、はい、こうモザイクの部分にあてがうようにこういう丸が出んのよ、はいはい、でこうジョグがついてて、はい、こうジョグをそのモザイクにこう、はい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 、当てていくのよ、はい、だからね見えてるような気もせんでもない微妙な感じなのよ、はい、あこれ見えてんのかちょっと興奮はしてんの、はい、でそうなってきたらやっぱりそれをしながら、はい、見ながらやっぱりちょっと自分で、そうですね、ちょっとまさぐりたいな、はい、気持ちはあるじゃないですか、はい、でそれをこう見ながら、はい、よし今日はそれでいくぞ、はい、とうとうモザイクも消えた状態でできるぞ、はい、で喜んでジョグをこうして、はい、でこう当てていくねんけど、はい、場面が変わるからこうジョグをこう、はい、こんなこっちに持ってるでしょ、はい、おもろいもんでね同じこっちに集中やんから。これはですね、うん、私があの芸人になる前の5年ぐらい前の話で、うん、私は大阪でダンスを踊って組んでたんですけど、うん、まあちょっと解消して愛知県に戻ってたんですね、うん、その時、うん、だけど愛知県にいるとやっぱりじわじわとやっぱりダンスしたいなっていうダンス熱がこう湧き上がってきて、でやっぱりまた探そうと思って探し出したんですよ、うん、相方を。だけどすごく田舎なので、うん、愛知県大阪と比べると全然相手が見つからないんですよ、うん、でどうしようと思った時に社交ダンス界ではすごく便利なサイトがあるんですよ、ネットで、うん、リーダーパートナーを探しますっていう掲示板があるんですよ、うん、よしそこに載せようと思って、うん、まあ、私の本名田中志保、身長152センチで、やる気があって、まあ、ちょっと面白い人お願いしますみたいな感じで載せたんですよ、うん、そしたら3通ぐらい返事が返ってきまして、うん、で見てたんですけど、その中の一人正文くんっていう、正文くん、はい、方、ちょっとね風間トールさんっぽいイケメン、写真が載ってて、でバーってなってこう写真載ってて、うん、僕もう本当にダンス歴3年なんですけど、うん、もう誰にもやる気は負けません、うん、もし、一緒に組めたらもう天下目指しますみたいなことを書いてあったんで、この人だと思ったんですけど、その人が神戸だったんですよ、うん、でも私愛知県で遠距離になっちゃうんですけど、まあでも私もまた大阪で帰り咲きたい、一旗あげたいと思ったんで、うん、新幹線代神戸まで高かったんですけど、もう奮発して買って神戸はね、その人に会いに行ったんですよ、正文くんに、うん、そしたら正文くんが駅で待っててくれたんですよ、うん、で正文くんだと思って近寄ってったら、確かに風間徹さんなんですけど、ちょっとガリガリになった感じの風間徹さんで、ちょっとこうしゃくれてて、あ、はじめまして正文ですって言ったんで、あ、はじめましてよろしくお願いしますって言って、まあいきなり踊り出すまれなんで一緒にご飯食べませんかって言ったんです。あ、いいですねって言って、でレストランに入ってったら正文くんが、僕ね食べる前にちょっと食前酒飲まないと喉がすいません赤ワインって言ったんですよ。だから、まあ、この人ちょっとナルシストだと思って、今でも社交ダンス界ナルシストの男性多いししょうがないかと、もう神戸まで来てるしと思って、話また喋っててご飯来て食べてたんですけど、私が多分面白い人が好きっていうことを言ったからだと思うんですけど、なんかトークしだしたんですよ。で正文くんが、僕に変わったおじさんがいまして、この間そのおじさんと旅行に山に行ったんですよって言って、で一緒に山のてっぺんまで車で乗ってったら、前方に同じように旅行の方がいて、ぬかるみにはまってったんですよって言って、だから正文よし行くぞって言って、僕とおじさんでこう行って、で押したんですよ、キュル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 って言って、全然押されないから、おかしい、正文行くぞって言って、僕がキュルキュルって言ったら、おじさんのギャーって言ったんですよ。だ僕がおじさん大丈夫ですかって言ったら、おじさんがモクモクモクってやって、前輪駆動会って言ったでしょ。で、あれこれなんかどっかで聞いたことがある話だと思って聞いてたの、そしたらまた第2弾喋り出して、そんなおじさんなんですけど、急に封筒を出して、なんかこれな、私の趣味なんだけど正文にだけ言うから見といてやって言って、バッて見せたら、裸の女性が海の上でヨットに縛り付けられて、こうキャーって波打ち際になってるところを、おじさんがワイン持って満面の意味でニッカーってしてるって話した。あ、これ滑らない話一の宮川大輔さんの話をそのまま丸々パクって言ってると思って、パクってるって言っちゃったんですよ、つい思ったことを興奮して。大好きだったの滑らない話、言ってるって言ったら、え、
何ですかって白を切ったんですよ。 あの滑らない話の有名な宮川大輔の話を堂々とパクって、しかも白を切る、その様がすごく不気味に感じて、やばい、この人ちょっとやばいかもって思ったんですけど、でも私すごい本当に相手が見つからなくて一生懸命探した方なんで、それだけで決めつけるとはとはちょっと葛藤があったら、正文くんがぜひ、僕一人暮らししてるんだけど、家に来たらダンスの資料とかいっぱいあって、一緒に組んだらこんなんしたいっていうビジョンとかいっぱいあるから、ぜひ家に来てその資料見てほしいって言われたんですよ。で、うわーそうかと思って、でもここまで来たからにはそれだけで判断したくなかったんですよ、私も。だからついてったんですよ、正文くんの家に。そしたら結構立派なマンションに住まわれてて、で、あの家通されたんですよ。それあのすごくね、玄関も広くて、でリビングルームに通されて、どうぞって言われて、私もちょっと人の家だったり興味津々でこうやって見てたんですよ、はい、テレビが大きいのがあって、その下に滑らない話の DVD があったんですよ。ちょっとやっぱり見てるじゃないですかって言ったら、もうそれを遮るかのように、僕ね一緒に組んだらこういう風にしてキュル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 バーンって抱きついてきたんで、こいつやばいと思ってやめたって。正文くん、そうなんです。何ちょっと SM 系のお父さんの話とか特典のチャプターに入ってるやつだと、それバレないと思ってやってました。すごい腹立たしい。あの、まあ、さっきもね言いましたけど、まあ、やっぱついついやっぱこうツイッターで悪口言われるとムキにヒステリックになる、ヒステリックになっちゃうんですよね。でまあ結構ね、あのなんかよく言われるんですよ。だからこの前やったのがなんか、あのお前みたいなやつお笑い向いてないから現実見ろボケみたいなやつあったから、そいつのなんかこうプロフィール見たら、なんかセーラームーンは俺の嫁みたいなこと書いてて、セーラームーンの待ち受けやったから、こいつの方が現実見てないだろうと思って、僕はこいつのツイートをもう20万人ぐらい晒し上げて、皆さんこいつの方が気持ち悪いですよねって言ったら、20万人が一斉に気持ち悪いなと言うわけですね。で最後に一言、月に変わってお仕置きだって僕は一言入れてやるわけですよね。だこいつのアカウントはパッと消滅して俺の勝ちだという、今までこう無敗伝説を築いてきた無双状態の村本なんですけども、そんな私が、まあ、最近もわーっと喧嘩してたんですね。でなんかおもんないおもんないとかバーって来て、もううるせえってもう朝方までね、まあ、結果相手は小学5年生の男の子でしたんですけどね。でもまあ昔だから、うるせえうるせえと、ね、お前みたいにおもんないとか、うちのクラスの山崎君の方が面白いとか、もうずっと言ってきて、もううるさかったから、どうせお前みたいに学校にいても友達もおらんくて、ね、みんなに無視されてるから俺のところね、わざわざ構ってほしくてコメントしてきてるんやろと、ね、学校に行ってもみんなにバカとか言われてるやろどうせみたいな、俺が相手しやらんかったらお前なんて誰もおらんからなみたいなこと言ったら、急にピタッとコメントなくなって、よし俺の勝ちやと、勝ったと思って、んでまあこれで寝れるわと思ってぐっすり寝て、朝すごい着信があって、で、あのマネージャーから電話があって、至急会社に来いって言われて、怖い怖い怖い、行ったらその両親から電話があったと、昨日の子供ので、子供がその学校に行かんで僕が言ったことに対して傷ついて、もう学校行かんって言ってると、だから謝れって言われて、謝ってくれって言われて、もうそれも腹立って、向こうが言ってきたから俺は言い返しただけやと、タレントは常にサンドバッグかと、いつも殴られ続けて言い返すこともできる、それを守るのが吉本ちゃうんかみたいな、わーってもう怒鳴ってあったんですよ。で今回は訳が違うと、そのお父さんっていうのがあの大きい番組のなんかスポンサー的な会社のすごい偉い人やと、でここで大きくなってしまったらお前この世界おられんくなるって言われて、僕初めてあの知らない小学生に電話で、昨日はごめんなさい弱い、昨日はごめんなさい、僕もあの仕事で朝まで寝ててムカムカしてたっていうのもありまして、あのついつい感情的になりましてみたいな、ずっと僕はずっとね、もう週ぐらいで社員さんがちょっと謝るよみたいな、3人ぐらいのおっさんがこうやってやってる中、ごめんなさいねみたいなずっと言ってて、ほんならなんかもう拗ねて、もう、あ、そうだよ、学校してくれへんねや、学校友達ほんまいなかったみたいで、いじめられてるみたいで、もうね、学校行ってもバカとかね言われて、学校行きたくないと、俺なんてそんなんやみたいなことずっと言うてるわけです、ネガティブな。でもここでなんとか学校に行かさんかったら僕がもうクビになってしまうから、なんとかもうするしかないですよね。まだまだいっぱいテレビでね、恥ずかしいドッキリに引っかかったりしたいんですよ、僕も。そんなことがしたい、いっぱいテレビ出たいわけ、出たいな、そんなこともうしたい、なんとかもう説得せなあかんから、お兄ちゃんも子供
供の時いじめられてたと、うんうん、学校行ってなかったと、うん、ね、僕もね、そうそうそう、うん、嘘ですよ、うん、もうなんとかここで説得しなあかんから、うん、ね、もう友達もおらんくて、うん、もうずっとそうやったみたいなこと言ってて、うん、もう今でもそうやと、うん、今でももうツイッター開けやね、もう絶対死ね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 って言われ続けてね、うん、もう死ねって言われ続けて、最近なんか死ねがこんにちはぐらい当たり前に聞こえてくる時期があったと、うん、でそんな僕やと先輩にも好かれてないし、うん、もう、まあ、自分の嫌な話をしたんですよ、うん、説得しようと思って、うん、そしたら向こうがお兄ちゃんと、お兄ちゃん、そんなに自分のことを嫌いにならないで、うん、ね、うん、それが僕はお兄ちゃんのいいとこだと思うっつって、うん、実は僕はファンだと、うん、DVD も全部持ってて、うん、で、なんかツイッターで悪口言われたら言い返すっていうのを聞いて、うん、これ言ったらなんか返してくれるんじゃないかなと思って言ったんですと、うん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 、ね、だからそういうところも全部僕好きでみたいなことを言い出して、うん、なんかそうなった時になんかやばいと、なんかこいつに丸め込まれた気分になると、うん、負けた気がすると、うんうん、でなんか負けたくないとこいつになんか、いや今までもうツイッターで勝ちまくってきた、組んでるなぁ、仲良くなったね、ここで負けたら今まで戦ってきたセーラームーンの嫁たちに申し訳ない旦那とかにね、負けるわけにはいかんと思って、お前そんなこと言ってるけど昨日俺のこと思わないって言ってたもんなみたいな言ったんですよ、うん、ほんなら本当に面白くない人に面白くないって言わないと、うん、興味があるから面白くないって言ってその返信を楽しみにしてたんだよって言われて、うんってなって、うん、でもお前昨日同じクラスの山崎君の方が面白いって言ってたやんけ、お前話しちゃうなみたいな、うん、ほんなら山崎君はなんか楽しい、うん、楽しいと面白いが違うんだよって大人やろ向こうの方が、でお兄ちゃんと、うん、今小学生相手にすごいムキになってるでしょと、うん、ね、それがお兄ちゃんの面白いとこだと思うんだって言って、うん、ねで引き続きその感じで頑張ってくださいと、うん、であもしよかったらこの話もなんか番組とかでよかったらネタにしてください、うん、なんかお父さんのこと気にして多分喋らないと思うんでよかったらネタにしてください、うん、それを僕はテレビで楽しみに待ってますって言われて最後泣きながらどうもありがとうございました初めてですよ、小学生相手に相手が電話来たの確認してから切るっていう上司電話やった上司のもっと終わるとこあったもんね第2弾や 2筋前で僕ね、なんかね変な癖がありまして、ナンバープレートを見てしまうんですよ、車のね、ほんでなんかねなぜか例えば僕がそんな風に覚えてるとは思ってはらないと思うんですけど、この車が誰の車かっていう人のナンバープレート僕結構覚えてるんですよ、たけしさんとかタモリさんの移動車とか、さんまさんのナンバープレートとか、僕なんかわかんないですけど覚えちゃってる、覚えてるんですよ、すごい、ほんでなんかね、なんかずっとこうナンバープレートを見る癖があって、夏休みに宮古島、沖縄の宮古島行って、宮古島の友達でダイビングショップをやってるマッキーっていう夫婦がいるんですけど、このマッキー夫婦が運転してる車とその後ろに後輩とかとレンタカーでこう走ってたんですよ、ほな、まあ、マッキーの車のナンバープレートをこうやっぱ見てしまうんですね、うんうんうん、ほんならうわすげえやっぱりそうかって俺パロって言ったら後輩が、うん、何ですかって言うからそのダイビングショップやってるんですよ、うん、綺麗なまあサンゴ礁があるからこうやって商売ができてる、うんうん、ナンバープレートはその陸運局に頼んで、うん、サンキュー3号ありがとうサンゴ礁ということで、うん、サンキュー3号なんですよ、ほんであだからサンキュー3号やって言ったら後輩が偶然ちゃいますそんなそれわざわざ頼んでやったんですかねマッキーとか言うんですよ、いやダイビングショップやってる夫婦の乗ってる車が偶然サンキュー3号になるわけないと、これは陸運局に頼んでもらったんやでつってついて降りてなあマッキーこれサンキューありがとうサンゴ礁ということでサンキュー3号やねんなっつったらほんまやーって言って、偶然やったんですよ、すげえ偶然やなーって言うてて、ほんで夏休み終わってこっちで仕事しててお疲れしたーって帰ろう思ったら入り口にワゴンが止まってて、マネージャーがあ、これ誠二さんの車ですよ、うん、これ誠二の車初めて見たんですよ、意外と見えんか、誠二こんな車乗ってんねやーと思ってパッて見たら5648で殺し屋これね、なんでたまたま5648殺し屋になんねんってマネージャーと二人で笑うて、数日後誠二にお前の番号殺し屋やんけって言ったら誠二がまさかの陸運局に打ってもうたんやん、うわ、すごい、
から気付けてください、あいつやる気ですよ。かっこいいよ、またこれどうですか。逆にかっこいいよ、またアホやから俺に来る殺し屋、かっこいいよ、乗ってくアホやもんな。家族乗せてるんだよ。親父の葬式にね、まあ僕はまあもちろん息子として、あの行くんですよ。でまあ行ったんですけど、やっぱこう葬式なんでしんみりとした感じですよ。緊張感もあるんですが、あの親父がね、こう棺桶パカッと開けた時に、まあ親父がこうね、もう亡きがらがこうあるわけですよ。でうちの兄貴なんかが、じいちゃん、まあじいちゃんですね、じいちゃん大変やったらよかったなって、もう楽になるなって言うんですよ、で、あのお酒が好きな人でしたから、結構長いことお酒を飲めなかったんですね、入院してたから。やっと飲めるでって言って、あのカップ酒をね、カポ好きなだけ飲んでやれ、バチャ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 って親父にかけるんですよ、ひとしもかけたってパコバチャバチャバチャえらいかけるな。下大丈夫かこれ。これから焼くのにこんなに酒かけて。これ酒蒸し状態。親父途中で口開けちゃうかなって。なんか俺ちょっともうおかしなってきたけど、これ割れたらあかん割れたらあかん。まあそれはええわと。ここでさよならしまして。そじゃーってみんな言うて、でその後焼肉んですが、これがまたびっくりするうちのおかんなんですけど、焼き上がりました、まあ焼き上がったっていう言い方もあれなんですが、そしたらまあ皆さん経験ありますか、まだ骨が熱いんですよね。であの箸で、皆さんお箸で足の方から骨壺に入れていくんです、でまあそこ暑いので骨壺にあの箸でこう入れていきます、だん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 冷めてきます、で冷めて この辺あの結構この喉仏と頭蓋骨が大事な、あのパーツ、まあ、面なんですよね、で皆さんもうこの辺まで来たらもう熱くないので、もうお箸いりませんと、で頭蓋骨はどうかあの奥様、まあ、だうちのおかんですよね、あの入れてあげてほしいって言って、でうちのおかんが頭蓋骨をこう持った時に「熱っ！」って言ってたんですよ。でパンって一回投げたんです。熱っ！ああやっぱ熱ないわ。何やねん何やねんそれ。もう出たからね。そんなことあるけど熱っ！ああやっぱ熱ないわ。何やねん。熱いちゃん、熱いちゃん、かっこいいね。熱いで、熱いで。もう笑ったらあかんか。あんた、最悪の調子でした。ちょっと投げたんですよ。ちょっと投げて、やっぱ熱ないの。僕今松竹の若手の子たちと浜口コントサークルっていうコントをこうサークル感覚で楽しもうみたいな、その活動が結構認められていろんなお仕事をいただくようになって、で金ちゃんの仮装大賞もあれに出てくれみたいな、あれに出ようぜみたいな感じになって出させていただいたんですけど、でまあスタッフから言わすと、なんかこう過去10年ぐらいで一番練習するグループだと。はい、タレントさんでこんだけいっぱい真剣に練習してくれる人たち珍しいみたいな感じで、でまあ本番当日迎えまして、でこう練習とかしてたらスタッフさんが、まあ仮装はすごく形になってきてる、ミスがなければ多分合格するでしょうみたいな感じで、ありがとうございますみたいな、でも金ちゃんさんとのね絡み、そこもちゃんと君たち芸人さんなんだからちょっと考えておきなさいよみたいなことをアドバイス受けまして、あそうだなって言って、でみんなでいろいろシミュレーションしてたんですけど、でちょうど時間になって金ちゃんさんも入られたんで、楽屋にみんなで挨拶行っときますかみたいな、でもちろんです行きましょうって言って行かしてもらって、で僕は何度か萩本さんお会いしたことがあるんで、お久しぶりですってよく浜口ですって、あ元気にしてるってすごく優しく接してもらえて、でうちの若手の子らですって言ったら、
あで芸人ですって言ったら、って現実でも見たことないよねとかって、テレビで見ないあんまりとかって、いやあのまだバイトしてるんですよって言ったら、あバイトしてるんだって結構こう和やかな空気になって、ないのバイトしてるのみたいなんでこう、空気になったんですよ。で楽屋戻って、あこれやと、絶対金ちゃんさんはあのまだ芸人だけどバイトしてるよとかってなんかこう聞いてくるかもしれんから、そこのシミュレーションをみんなでやっておこう、で何のバイトしてんのって聞かれても全員がちゃんと答えれるように、で時給なんぼなんて聞かれたら答えて、その時給より芸人のギャラが安いみたいなこう笑いを作ろうみたいな、こう結構完璧なみんなでこうシミュレーションをして、でいざ本番やったんですけど、20番大王イカっていうネタをやったんですけども、これが不合格いたしまして、15点で合格やったんですけど、13点という、ちょっと惜しい点数で、うわーって、まあ、へこんでられへん、一応キャプテンでリーダーなんで、こう元気よく前に出て、いやみんな頑張ってやったんですよ、認めてくださいみたいな感じでアピールしたんですけど、でもう金ちゃんさんももっともっとないの、もっともっとって、もっとアピールしなよとかって、友達いないの審査員にみたいな感じでわーって言ってたんですけど、あなかなかこう一向にこうプップッと点数が上がらないと、あーと思ってパッて若手の方見たら、あバイトの話やと、あのシミュレーションしたこの話があったと思って、いやみんなまだバイトをしてて、今回いっぱいバイト休んで稽古したんですよって言って、みんなそれを光ゴケの片山っていうのがパッと僕のやつ取ってくれて、前にバーッて出てきて、そうなんですよ、僕らバイト休んでね一生懸命やったんですよ、もうバイト代返してくださいよみたいなことをバーッて言ったんですよ、そしたら金ちゃんさんがマイクに入るか入らんかの声で、ごちゃごちゃうるせんだよそのシミュレーションはない僕ら、びっくりしまして、なんでそうなるのの、なんかこのリズムでごちゃごちゃうせんだよいやそこはさすがにバイトの話したら、あの、ダメだよそんなこと言っちゃうみたいなシミュレーションだったんですけど、ごちゃごちゃうるせんだよ、全く大将も言うたかもね。今年の9月のもう末ぐらいでしたね、まあもうぼちぼち寒くもなるんで、まあ、ツーリングにね行こうということで、あそうか、バイクまだ乗り出してる、バイク最近まだちょっと乗ってるんで、じゃあちょっとツーリング行こうかって言って、後輩でバイク乗ってる子なんか声かけて、熱海に一泊で行こう行こうって、ほんでまあ、 後輩2人で3人で行こうか、もう1人ぐらい誰かおらんかなとか言ってたら、スピードワゴンの井戸田君が、でもバイク乗るんですよ、もうほんで空いてるって言うんで来るって言うんですけど、我々は後輩なんかは日本のその旧車なんですね、バイクが、で井戸田君はそのちょっと前に、アメトークのバイク芸人っていうので見たオンエアされたんですけど、もうねゴリゴリのラメ入りの紫色のファイヤーパターンのチョッパーのハーレーなんですよ、ね、これがねなんかね、いろんな人のもちろんセンスがありますから、それはもう好き好きですけど、やっぱりねってちょっとね思って、そのアメトークでもこうだいぶいじらしてもうたんですよ、なんかねこう本当にカイヤさんが乗ってそうなアメリカすぎるやつ、もしくはこうポールダンスのお店のステージ上にセットとして置かれてるようなみたいなバイクなんですよ、ほんでそれで熱海まで走るんですけど、もう車乗ってるファミリーカーの中とかがそれ見つけて、アメトーク見てあったんでしょうね、もう車内がもう爆笑なんですよその井戸田君のバイクを見て、うわーとか、ほんで他のバイク乗りももうクーなりながら横通り過ぎていったり、ほんでサービスエリア着く、トイレ行く、戻ってきたら井戸田君のバイクをバイカーたちがもう爆笑しながら写真撮ってる爆笑しながらそんなにもうむちゃくちゃウケるんですよ、ほんでそれでもそんな中でも一人二人、伊藤さんこのバイクかっこいいっすねっていう人もいるんですよ、みたいなことで面白いななんて言いながら熱海着いた、ほら旅館あってドーラさんでもう真向かい海なんですよ、でもオーシャンがとこやんか言って、体も冷えたし温泉入ろうと、温泉入って楽しいな、ご飯食べて美味しいな、部屋でわ夜中騒いでた、ほんなら
楽しい。僕伊藤田君とねお酒飲んだこともない初めてが旅行一泊の旅行やったんですよ。ほんなそんな伊藤田君がいきなり携帯見出したら、うん、わーって泣き出したんですよ。俺初めてやし、え、怖い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 、え、伊藤田君泣き出したんだよ。ほんならちょっとちょっとトイレ行ってきますって言ってトイレ入って長い時間帰ってけえの泣いてたよな、さっき伊藤田君泣いてたよなって耳澄ましたらって話すずってんですよ、便所の中で。ほんで、え何何怖い怖い怖い思ったらまたバーって出てきたらもう号泣してんですよ、伊藤田君が。ほんで、いやちょっとえ伊藤田君どうしたって言ったら、実は今まさに、その、元奥様から、メールが来て、いついつ、再婚することになりましたと。ほんで、発表はいついつです。で今後は、その、お互い、この、代理人なのか、その、弁護人なのかを介して、話しましょうみたいな、メールが、たまたま俺が初めて遊んだその日の夜に来たんですよ。だ世間の発表よりだいぶ前に。もうブワー泣いてるんですよ、うん、だからもちろん離婚もされてます、うん、分かってるんですけどもちろんお子さんも言ってるし、うん、どっかでは言うてもつながってるやろというこのつながりがこのメールによってこう切られた瞬間やったんですね。ブワー泣いてるんですよ、楽しい温泉旅行ちょっとみんなで海でも行くみたいな感じになってまあ、まあ、男4人で夜中の1時、9月の末、砂浜で、うわ、星綺麗だ、うわ、月も満月やで、ってほんまですねってパッて見たら、もう糸田君もこんなんですよ。一番下の後輩が気ぃつこて、俺、ちょっと、海入りますぞ、やめとけやめとけさ、いや俺こんなん行けますよってバーって言うて、海ざまー入って、うわー冷たい冷たいって、うわーとか言って、何してんねんとかで、井戸田君がバーッと俺のとこ来て、俺もちょっと海入ってきます。いやいやいや、やめて、受水やねんとバーッ入ってた、あかんかんかんと、俺らも二人脱いで、うわー入って、うわ冷たい楽しいなとか言ってんだけど、もう一度だけもうこんなのもうこんなのずっと何やいっすね、めちゃくちゃしょっぱかったと思う、あの海しょっぱいやったと思う。本当ほんで、まあそうは言うてもで帰り、またバイクで楽しい旅行やったやんか言って、で帰って、ほんでまたいろんな人にこうバイク笑われながらもこうついて、最後のパーキング海老名で、ほんで着いたらもうバイカーたちにまた写真撮られたりしながら、プププププって笑われながら、俺らこうやってラーメン食べてたんです。ほんでそこに一人のこうバイク乗りの人が来られて、アメトーク見ました、僕糸田さんのあのバイク見てかっこいいなと思って、俺あれからファンなんです、頑張ってくださいって言って握手して帰っていく、その人の後ろ姿を見ながら、糸田君が名言を一言、ジュニアさん、俺のバイクかっこいいっていう人全員超ダサくないですか。1年ぐらい前の話なんですけど、僕あのケンコバとアンギャーっていうまあトークイベントやってまして、それはまあその各地にまあやってるんですけど、各地に先に行って、でまあご当地のもんとかなんか名所とか回ったりして、それをまああのトークの元としてなんか喋るみたいな感じのライブをやってるんですね。で長野県に行った時にわんこそばがあったんですよ。で、あ、ケンコバとどっちが食べれるかちょっと勝負しようと、そう面白いんちゃうか、でわんこそば対決になったんですよ。でまあ僕座って、コバ座って、じゃあ始まります言うて、まあ、あのなんかこんなんつけて、でおばちゃんがこう横からやってくれるんですよ。でカバーンみたいな、カバーンみたいな、でずーっとやってたら50杯目ぐらいまで僕の方がめちゃくちゃ早かったんですよ。ほんで、うわ、コバ大したことないなと思ってて、ほんでずーっとやってたらだんだんやっぱり食べれんようになってきて、ほんで僕もう100杯ぐらいの前でもうちょっともうあかんなと、
もう腹いっぱいだ、これやばいなと思って、ほんでもうコバはずっと、うん、はい、うん、ってやってるんですよ。で、あ、こいつ後半伸びるタイプなんやと思って、なんかせこと思って、なんやねんこいつと思って、で、俺もう100杯でちょうどでやめよう思ったんですよ。で、なんかやめるときはこう蓋をせんとダメなんですよ。はいはいはい。はい、で、100で次蓋しよう思ったらまたワンパン入れよったんですよ。で、いや、もう、キリ悪いし、101とか。もう100でええねん、俺は、と思った。ほら、いや、蓋を閉めてくれんと、言うて。で、あ、わかりました、って。で、食べて、パッてやろう思ったら、またその、こっちの間から、さあ、入れよって。いや、もう102はええねんと。もう100で終わりたかったし。じゃあ、おばあちゃん、マジでやめて、もう、腹いっぱいやねん。もうやめて、次、言うて、はい、みたいな。ちょっとこう、わかったんですよね、僕のイラッと。で、パッて食べて、もう、102は終わり、言うて。俺、小判見たらまだずーっと行っとるんですよ。でもその時に107ぐらい行っとったんですよ。要はこれ負けたと。ほんで、もう僕ずーっとおしっこも我慢してたんで、あ、おしっこしようと。ほんで、まだ小判食べてるしと思って、おしっこ行ったんですよ。ほんで、うわ、腹いっぱいやと思って、こうおしっこして。ほんで、ちょっと咳したんですよ。で、ほんで、やったら、それぐらいやのに、ボワーン!ゲー出たんですよ。パーンって。ぐらいやのにボワーってもうそばの玉が目の前に見えるぐらいで食えと思ってほんならもうしょんべんとこにバシャーなってちょっと待ってマジでと思って結構もう50杯分ぐらい出てるんですよ俺もマジでとこれどうしたらええねやろと思ってこれカッコ悪い思ってこれカッコ悪い店の人に見つかったらカッコ悪いと僕どうしよう思ってでなんか汚いいうかまあそこ古かったんですよ、うん、そのお店がだからこうあの立ってするやつももうこのヘリとか真っ黄きなんですよでこれでも触らなあかんなんと思ってでそのうわねもうその小便器のところに入ってるからこれは詰まるから出そう思ってブワーやってたらもうなんかもう古いおしっこみたいな匂いしてきてもうってなったらまた残ってた50杯パーッとなったんですよほらまたここ見たらもうそば5杯パーッてうわやっぱシャーッなったもうやっぱり100人ありやもう100人ありもう2杯ぐらいしかない2杯しかないんや早く出たでもこれあかんわ思ってほんでもうしゃーないしもうこうやりながらでまあ下にこう落としてでもううわー思って横バーンやったから横にも入っててうわー思ってふさー思ってほんでさあ下のタイルに落としたけどこれどうしようとこれどこにしてたらいいのやろと思ったらちょうどこう和弁が一緒の高さであったんですよここに和弁はいはい和弁和式のはいはいはいあこれやと思ってでそこにこう持っていくんやけどこれもいちいちやっておばちゃん入ってきたら吐きあったんとなったかっこ悪いなとやっぱりかっこ悪いやんだって102でなかなか行ったやろみたいなところが便所でもね 100杯行ったらもったいないなんか恥ずかしいでしょだからもうでどうしよう思ったらこんなたわしがあってでもうこの絵ついたやつそれでずっとこう和弁とこ持って行ったら和弁にこう入れてでまた和弁中入れてで全部こう入れたんですよほんなら100に入ってちょうど和弁いっぱいぐらいぴったりぴったりしたらぴったりしたらでよっしゃと思って食ってやったら、うん、言うぐらいなんですよちょっと和弁のここの流れるところのうどんが、うん、言うぐらいなんですよ全然流れへんとふっちょっと待ってくれと思ってグーやっても揺れてる揺れてる揺れてる今そばのものまで今そばのものまで怒らかんわ思っておばちゃん言ってどうしたんですか言ってすいませんあの咳して吐きましたまあそういう話ですそばが揺れるとこがどうしてもやりたかったあれサビなんあれサビですよあれサビでしょあれサビでしょあれがすごいからサビと思えへんからサビや2回繰り返した2回繰り返しただからサビやサビやでもそのうち1回うどんって言うてもえ歌詞が最初にうどん歌詞1回うどん入ったから長野じゃなくてえ最初長野って言ってましたあれどこやったっけ
岩手盛岡盛岡さん、はい、歌い出しからちゃうから歌詞間違えてた、まあ、今回はライブバージョンで10年くらい前にあのテレビ朝日の虎ノ門っていう番組のネタ見せに呼んでいただきまして、僕も好きで見てた番組だったので、結構嬉しくて緊張してたんですね。でネタ見せ当日15時入りだったんですけど、僕10分くらい前に到着しまして、ただ結果的に僕このネタ見せ5分遅刻することになるんですね。というのも、あの受付について、あの虎ノ門のネタ見せに来たバカリズムですって言ったら、30代半ばくらいのなんか不愛想な警備員さんが、えって誰って聞き返してきたんですよ。まあまあこういうことってよくあるんですよ、出ない若手の頃は。まあそれはもう別にね、あの普通の大御所の方だったらこんなことないですし、それは売れてない僕が悪くて、売れてないのは僕が面白くないからであって、これはもう仕方ないということで、もう一回丁寧にあの虎ノ門のネタ見せできたバカリズムですってもう一回言ったんですよ。そしたら帳簿を見て、あ、ちょっとないですねって言われたんですね。いや、そんなわけないと思うんですけど、って言ったら、え、番組名はって言われて、あの、虎ノ門です。名前はバカリズムです。スタッフの名前わかるって言われて、誰々さんです。あ、やっぱないですね、つって、閉じて、別の作業を始めたんですよ。いや、ちょっと待ってくださいと。え、これもう僕じゃ入れないってことですかって言ったら、いや、ないからね、ちょっと切れ気味で言われたんですよ。さすがにこれカチンときまして、いや、まあ名前がそこに書いてないのは分かりましたと、書いてないんでしょうと、だったらそれ手違いじゃないですかねと、可能性で考えてくださいと、僕が名前もないのに嘘をついて入ろうとして中で悪さする可能性と、それがスタッフさんがたまたま何かの手違いで書かれてないという可能性、どっちが高いですかと。これは後者でしょうと、僕別に無理して入れろって言ってるわけではないんですと、ないならないでそれは手違いの可能性もあるからね、まあ、何か電話するだとか、他の警備さんに聞くだとか、何かしらもう一つやることあるでしょって、ただ名前がないからって追い出すのはもう雑じゃないですかって言ったんですよ。そしたら、いや、もうこっちも仕事だから名前ないと入れられないんですよ。仕事だから、なるほど、あなた要するに仕事を全うしているということですねと、だったらあなたのそのずっと終始面倒くさそうな態度もこれ仕事のうちなんですかと、あなたの警備会社でそれはもう義務付けられてる態度なんですかと、そういうふうにマニュアルに書いてあるんですかと、ね、自分の持ち場も面倒くさそうにやるようなやつに仕事だとか言われても何の説得力もないし、都合のいい時だけ、ね、仕事を盾に使わないでくださいよって言ったんですよ。そしたらこの警備員さんがちょっと面倒くさいなと思ったんですよね。じゃあ分かりました、内線で電話しますよ、じゃあってなんだよと、じゃあもういいです分かりましたと、ね、もう帰りますと、警備員さんが警備員さんの仕事として僕を不審者とみなしたんでしたら、はい、うん、僕はもう不審者ですから、はい、帰りますよ、ただこれだけ忘れないでくださいと、あなたの雑な仕事によってこれ若手芸人のチャンスが一つ潰れたということだけ、はい、覚えておいてくださいね、つって僕はテレビ局を出て、はい、タクシーに乗ったんです、はい、というのも、あのこのやり取りの前半部分の可能性で考えてくださいと、はい、僕が不審者だという可能性と、手違いだという可能性、どっちが高いですかとか言ってる時に気づいたんですけど、そこあのテレ朝じゃなくて TBS だったんですよ。うっかりミスで最悪や、うわぁ緊張して TBS に行っちゃった。はい、TBS の受付でテレビ朝日の番組言うと思ってたんですよ。でもあるわけないです、名前なんて。ないないうわって思ったけど、もう引っ込みもつかないし、何よりもそこがどこのテレビ局であろうと、この警備員の態度は許せないと。もうちょっと文句言いたいと。この警備員の態度はここはどこの局にしろおかしいということで、もうバレないギリギリのところ でテレビ局の名前を出さずに散々文句言って、で、まあ、名前あるなしの話からうまい具合に態度の話にすり替えて帰って電話されたらあかんもん。そうで電話しそうになったから、待って待って待って止めて阻止して諦めるふりをして、そして最後に決め台詞を吐いて速やかにタクシーに乗って本当のテレビ朝日へ向かって結果的に5分遅刻しました。いらんこと喋るから最悪や、素敵じゃない選択肢やな。もう顔に出したらいけない、バレるバレてでも言いたい、よう取り切ったなあそこ変な正義
おかしい、あびっくりした、それはちょっと予想つかなかったですね、間違ってから押した間違った気づいてからが長かったいや皆さんコバにえらいそう言い張りますけど、うん、俺はこれすごくこう分かるんですよ。え今の話、はい、うん、俺も2年前にインフルエンザになって、うん、あ、いわゆるお化けとかってそういう時に見んねんな、うん、俺もはっきり寝室の隅で、うん、マイケル・ムーアみたいな日本人ですけどマイケル・ムーアみたいなおっさんがずっと俺にこう巻き出してたんですよ。巻き巻きを出してるの、日本人やのにマイケル・ムーアムーアみたいなあの帽子かぶっておっさんがこうやって、まあ、早く寝ろということなのか何なのかこう、うん、ね、うん、巻き出してて、うん、僕も本当に一人ですから、うん、むちゃくちゃしんどいんですよ。でもう汗もかくから一晩でパジャマ3回4回ぐらい着替えたりして、でも薬も飲まなあかんからご飯食べなあかん、でも家にカップラーメンしかないんですよね。でもそれでもまあ食べなあかんわと思って、何にもええことないです。いやもうええこと、インフルエンザだってええことなんか一個もないですけど、唯一一個だけいいことがあって、意識朦朧としてる中お湯沸かさなと思って、うち IH なんですけど、夜間をね置いて、で電源入れて、でマイナスとプラスっていうボタンがあるんですよ。でプラスをピー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 って10にしたらマックスで火力が一番強くて沸くんです。もう意識朦朧としてるから夜間置いて、なんか知らんけどマイナスの方をね押したんです。ほんならピッて裏ルートでマイナスから行ったらワープして10になるんですやったー裏技を裏技見つけたんですよ。インフルエンザになって唯一良かったこと、まあ、この折なんで沖縄でのことで、はい、あのベタな話で恐縮なんですけど、いえいえいえ、宜野湾バイパスのとこ、宜野湾バイパスあるんですよ、うん、335線ですかね、あれね、だからなんかあのアンティークショップがザー並んでて、うんうんうん、ものすごい好きなんですよ、うん、アメリカ雑貨とか置いてたりとかして、うん、ほんでいつもレンタカー借りてきてる、去年の話なんですけど、ちょうどあの引っ越してあの玄関のとこになんかおしゃれな椅子置いときたいみたいな感じで、うん、妻と車止めて工事かなんかもしてたんですけど、まあ、スペース止めてで入ったんですけど、老夫婦がやってはるアメリカンアンティークみたいな、うん、なんですけど、なんか椅子がまあ1980年代とか1800年代とかいろんな時代揃ってて、おばちゃんがちょっとだけあのちょっとまあ天然みたいな感じで、あのこれどこのですか、あこれはねアメリカってすぐ答えるんですけど、2分後にあごめんなさいイギリスみたいな、なんかそんなおばちゃんなんですよ。あのうちはねあの近くにねあのもホテルといってもね、あの何あのペンションかな、そういうのやってんの、家具が余るから息子がアメリカで買い付けてくるからすごい余るから、それを使ったね人気あるのよそのペンションは、もう今もねもうずっとね満室なの、あ雑誌に載ったのあるからねちょっと持ってくるわねっつって、あこれこれっつったら、なんかあのベリーかなんかいう女性のあのファッション雑誌やったりとかして、あこれ違うみたいな、いやそれはアンティークの本やないこと表紙でわかるやんみたいな、なんかそまあまあ楽しいおばちゃんなんですけど、おばちゃんでもこの辺あれですね、海もちょっと見えるんですよ、遠目に海も見えていいですね言いながら、で椅子1個1脚ずつ買うたんですね。でこれあの2脚あの同時にあの2500円で送れるから、ここ買っちゃいなさい、これ息子がこれ手彫りの椅子なのよいいわよこれっつって、分かりましたじゃあ2脚これ梱包して送っていただけるんですよ、そうそうそう2脚でね、2500円だから送料もね2脚あ5000円みたいな、いや違う違う違う全然違いますやな、まあまあでもいいかと思って、まあ、まあその椅子気に入ったんで、あんまりないあのシートの色やった紫で凍ったんですよ。でまあいろいろ世間話してる時にこの辺でもあの大変ですよね、あの基地もあって、そうなのよあのあれヘリコプターが来たでしょ、オスプレイが来てね、はいはいはい、あれがもうねもうこの時間ぐらいになると飛んでるんじゃないかしら、
怖いわよもうすぐ目の前だから言って、その時ちょうど外でバタ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 言ったんですよ。あ来た来た今来てるわ見に行きましょうって出て行ってバー開けたら思いっきり道路走ってるおっさんがとか